歴史エッセイストの白駒ひとみです。私は日頃、日本の歴史や文化の素晴らしさをお伝えする講演や執筆を行っています。YouTube では NHK 大河ドラマ光る君へを丸ごとドラマとして楽しみつつ、源氏物語の魅力やドラマの理解が深まるような平安時代の豆知識なども交えながら有益な情報を毎週お届けしてまいります。光る君へ第5話、告白。ドラマをご覧になっていない方は、告白と聞けば当然甘い場面を思い起こすと思いますが、第5話の告白は重かったですね。幼い日の出会いから密かに好意を寄せていた三郎、運命の再会を果たすも、自分よりもはるかに身分が低いと勘違いし、でも身分なんて関係ないわと身分の壁を乗り越えて心を通わそうと気持ちを固めたはずの三郎が、実は右大臣家の息子だった。しかも三郎は6年前に自分の母親を殺した戸賀人の弟だった。三郎のことは憎まない、でも兄の道兼を私は一生許さない、生涯呪う。でもあの日、私が三郎に会いたいと思わなければ、母が死んだのは私のせいと泣きじゃくる真宙。いやー、切なかったですね。道兼への恨みだけでなく、自分のせいで母親が死んでしまったという自責の念で、6年もの間彼女は苦しんできたんですね。実は第1話のラストで、母の千夜葉が亡くなった後、真宙が自分を責めないことを少し不思議に思っていました。まさか6年後に犯人の正体が分かり、それが恋慕う人の兄だったなんて、真宙のカミングアウトは切なすぎます。そして口に出せなかった分、真宙の自責の念は深かったんでしょうね。そんな真宙を受け止めて抱きしめてあげてと、おそらく視聴者の誰もが感じたと思いますが、三郎は真宙の言うことを信じる、すまないと詫びると、意外な行動に出ます。山岳士の男、ここで初めて彼の名前が明かされたのですが、山岳士の直秀に真宙を任せ、三郎自身は走り去ってしまいました。帰るのかよの直秀の言葉は、すべての視聴者の思いを代弁していましたよね。もちろんこの時点で三郎が向かった先は兄の道兼のもとであろうということは誰もが分かったと思いますが、それにしても真宙のそばにいてあげることを優先してほしかったなと思います。そして帰宅した三郎と兄や父とのやりとりには驚かされましたね。すべてを環境のせい、誰かのせいにして生きてきた兄の道兼、一族の繁栄しか考えていない父の兼家、両者は人として大切なものが欠けているとしか思えません。振り返ってみると、鎌倉殿の13人の北条義時も、どうする家康の徳川家康も、本当に純粋な青年だった2人が、ある時は運命に翻弄され、またある時は権力を手にするために自ら変貌を遂げていきました。三郎が道長へと成長していく過程でも、きっと同じような変化があると思うのですが、脚本家の大石静香さんがどんなストーリーを描いていくのか楽しみですね。もしかしたらこの真宙の告白が三郎の変貌の大きなきっかけになるかもしれない。私はそんな予感がしています。さて、今回も様々な場面で源氏物語を思い起こす仕掛けが数多く組み込まれていました。ディズニーランドの隠れミッキーを探せならぬ、ドラマに仕込まれた源氏物語を探せと題して、私が気づいた源氏物語を彷彿とさせるシーン、隠れ源氏をご紹介したいと思います。他にもこの場面に源氏のモチーフが組み込まれていたよと気づいた方は、ぜひコメント欄でやり取りしましょう。また動画の最後に、ロバート秋山さん演じる
藤原の実助のエピソードもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。まず私がハッとした隠れ源氏は、なんといっても真宙が三郎と密会した場所です。直秀が手引きしたのですが、二人が会ったのは誰も住んでいない六畳の廃屋でしたよね。源氏物語にも何がしの院という表現で六畳の廃院が出てきます。この六畳の廃院に若き日の光源氏は恋人の夕顔を連れて行こうと思い立ちます。夕顔の家は貧しく、周囲の生活音なども聞こえてくるので、たまには夕顔と二人非日常を楽しみたいと思ったのでしょうね。ところがこれがとんでもない悲劇を招きます。夕顔がもののけに取りつかれ、なんとあっけなく亡くなってしまうのです。実はこの六畳の廃院にはモデルになったといわれる屋敷が存在します。六畳河原の院と言いまして、嵯峨天皇の御子で左大臣を務めた源亨の邸宅です。源亨は平安時代前期の貴族で、光源氏のモデルの一人と言われています。彼の邸宅は広大な敷地を誇り、庭園も素晴らしかったそうです。この栄華を極めた在りし日の六畳河原の院が、光源氏が後半生で造営した六畳院に投影された一方で、紫式部の生きた平安時代中期にはそこに住まうものはなく荒廃しており、その廃院からインスピレーションを得たのが夕顔の亡くなった何がしの院ではないかと言われています。今回真宙と三郎の密会の場であった廃屋で、真宙は母を殺した道金を生涯呪うと告白しました。これも夕顔がもののけに取りつかれて死んだことを彷彿とさせる流れだったなと思います。それにしても三郎は自分が右大臣家の息子と分かり、真宙がショックで倒れたと思い込んでいたのが、まさかこんな告白をされるとは夢にも思っていなかったでしょうね。三郎のショックがどれほど深かったか想像すると胸が痛いです。そして大石静香さんのディテールに対するこだわりも素晴らしいですね。三郎が真宙に宛てて書き、道長と署名したあの手紙、お世辞にも達筆とは言えませんでしたよね。実際の藤原の道長も書く文字には癖があり、達筆ではなかったと言われているのです。隠れ源氏とともにこういう歴史の一コマを反映させた場面にも注目していきたいと思います。隠れ源氏はまだまだあります。亡き母の形見と思われる琵琶を真宙が手にして、道金、弟は三郎と呆然とする場面は、源氏物語における琵琶の名手明石の君を思い出させます。源氏と明石の君の出会いの場面にも琵琶は登場しますが、圧巻は第35条の若菜の下。新春に光源氏が催した弦楽四重奏の女楽で、紫の上、女三の宮、明石の君、そして源氏と明石の君の間に生まれた明石の女房の4名がそれぞれ和楽器を華やかに奏でたのです。この時明石の君が見事な腕前を披露したのが琵琶でした。原文にはこう書かれています。琵琶は優れて上手めき、神さびたる手遣い、澄み果てて面白く聞こゆ。琵琶は優れた名手であり、神がかったバチさばきであり、音色は澄み切って美しく聞こえるという意味ですね。神がかったバチさばきって一体どんな演奏だったのでしょうか。想像するだけでワクワクしますが、実は日本の文学史上、琵琶が物語に描かれたのは源氏物語が初めてで、明石の君の演奏について触れた源氏物語のこの場面が琵琶をメジャーにしたと言っている研究者もいるぐらいです。実際平安末期から琵琶の描写が文学の中で増えていくんです。ただ不思議なことがあります。あれほど万能で
何でもできる人物として描かれている光源氏が、源氏物語の中で琵琶を演奏するシーンが私の知る限りでは一度も出てきません。現代の私たちが琵琶と聞けば、平家物語を弾き語りで世に広めた琵琶法師を思い起こす人が多いと思います。そのイメージは雅というより詫びやサビに近いですよね。でも平安時代の琵琶はネーミングは同じでも、平家物語の琵琶とは種類が違うようですし、もっと華やかなイメージで女性に名手が多かったのかもしれませんね。紫式部は明石の君という身分は決して高くはなくとも、高貴な雰囲気を身にまとい、美しさと優しさと知性を兼ね備えた女性を琵琶の名手として描きました。それに対し大石静香さんは、真宙の母千葉派の形見として琵琶をしばしば画面に映し出しています。初回だけで千葉派はドラマの舞台から退場となり、あまり詳しく人となりが描かれることはありませんでしたが、その後もたびたび画面に映し出される琵琶からどんな女性だったかを想像してほしいという番組制作者から視聴者に投げかけられたメッセージなのかもしれません。隠れ源氏シリーズその3は、真宙の父為時が真宙に6年前の出来事を忘れてほしいと、それが弟のためなのだと懇願するシーン。為時は真宙に、お前が男なら大学で立派な成果を上げ、自分の力で地位を得たであろうと告げました。でも弟にはそれだけの実力がない。だから弟の出世のためには右大臣の引き立てが必要であり、その道を奪わないでくれ。つまり母の一件には目をつぶってくれということですね。源氏物語では光源氏が息子の夕霧を大学寮に通わせています。暗い人心を極めていく光源氏の息子なのですから、本来夕霧は大学寮に通わなくても、もうその生まれだけで将来の出世が保証されています。しかし源氏は愛する息子が高貴な家の子弟として、官位爵位を望み通りに得られ、おごった人間になることを恐れたのですね。そして学問に励むことで得た知識や教養は、必ずその人を立派にし、将来にわたって役立つものと期待したのでしょう。私は源氏物語のこの場面を読んだとき、紫式部には当時の貴族社会に対する批判精神があり、その思いを源氏の言葉を通して表現しているのだと感じました。親の七光で良い職と収入を手に入れて、のほほんとしている教養のない貴族たちを、彼女は何人も見てきたでしょうから。七光もない、実力もない息子に、なんとかコネを持たせてやりたい為時と、七光と後ろ指を刺されないよう、確かな実力を息子に身につけさせてやりたい光源氏。どちらも父親の愛なんですが、ドラマのこうした設定が、源氏物語に垣間見られる紫式部の批判精神につながっていくと、視聴者に思わせるあたり、ストーリー展開が見事だなと思います。そして、どの場面にも増してうなってしまった隠れ源氏シリーズ、今回の一押し場面がこちらです。じゃーん！源智子が、後に舅となる藤原兼家と初めて対面する場面です。崋山天皇の様々な政治改革に対し、主旧派とも言うべきメンバーが、左大臣の屋敷に集合し、密談します。そのメンバーとは、関白藤原頼忠、左大臣源政信、そして右大臣藤原兼家。彼らが密談する場に、娘の智子が入ってくるなんて、本来なら絶対にありえないシチュエーションなんです。でも脚本が秀逸で、将来の嫁と舅がごくごく自然に対面するという流れになりました。智子が飼っている子猫、どうやらコマロという名前らしいのですが、そのコマロが密談の部屋に入り込んできた。そのコマロを追って、うっかり智子も部屋に、という設定、もう完璧ですね。当時の資料から、宇田天皇や一条天皇が猫と暮らしていたことが知られており、左大臣家の智子が、
猫を飼っていたとしても不思議はないんですね。利宮愛子内親王殿下は今春学習院大学をご卒業なさいますが、学習院女子高等科を卒業された際のレポートのテーマは平安文学に見る猫や犬、人との関わりだったと伺っています。利宮愛子内親王殿下がテーマにお選びになるぐらい、平安時代の王朝文学と猫や犬って密接な結びつきがあるんですよね。そして源氏物語の中で猫といえば、当然源氏ファンは第34条若菜の情を思い起こすでしょう。権力の階段を上り詰め、栄華を誇る光源氏は腹違いの兄である朱雀院の娘女三宮と結婚します。この時光源氏は41歳、女三宮は15歳前後でした。源氏には長年連れ添った最愛の女性紫の上がいましたが、天皇の血を引く女三宮が正妻として迎えられたことで紫の上の心は深く傷つき、その後病に倒れることとなります。一方、かねてより女三宮に心を寄せていた柏木、この人は光源氏の終生の親友にしてライバル遠野中将の息子ですが、彼は女三宮への思いを断ち切れずにいました。そんな折、事件は起こります。ある春の日、光源氏の大邸宅六条院の庭で柏木を含む若い男性たちが蹴鞠に興じていたところ、女三宮の元で飼われていた2匹の猫が追いかけ合いを始めました。するとあろうことか、猫をつないでいた紐が絡まり、ミスが引き上げられ、室内の様子が外にあらわになってしまったのです。女三宮の女房たちもあらあらと不意をつかれ、あっという間の出来事だったと思います。でも事情はどうであれ、当時の貴族の女性にとっては不用意に男性に顔を見られるということはあってはならないこと。源氏のようなやんごとなき身分の者の妻となればなおさらです。にもかかわらず、蹴鞠の様子を室内から眺めていた女三宮は柏木に姿を見られてしまいました。私は先ほど柏木が女三宮への思いを断ち切れずにいたと申しましたが、この時点ではまだ二人は直接会っていません。当時の貴族の男女関係は、美しい姫君の噂を耳にした男性が文を送ることから始まります。人間の想像力というのはたくましいですね。男性たちは噂だけで、あるいは自分の送った手紙への対応だけで恋心を募らせていったのです。しかしこの時、柏木は女三宮の美しい姿を目の当たりにしてしまいました。彼は一瞬で心を奪われ、女三宮の虜になります。そして彼女の香りが移った猫を思わず抱き上げ、残り顔を嗅ぐのです。なんだか生めかしいシーンですよね。この後柏木は女三宮と密通に及ぶという驚愕の展開となり、ここから光源氏の華やかな人生が悩み多きものになっていきます。そのきっかけが猫だったんですよね。ドラマの方はそこまでのシリアスな展開にはならないでしょうから、穏やかな気持ちで見ることができましたが、猫が一人の女性の運命を変えるのはドラマと源氏物語の共通した部分かもしれませんね。ドラマでは三郎の父兼家が左大臣家の智子の美しさと品格に触れ、彼女の人となりを知るという流れが描かれました。実際には道長と智子の結婚を後押ししたのは智子の母だったと言われていますが、ドラマで道長の父と智子が出会うという重要な場面に猫が鍵として使われたこと、味わい深い脚本だなと感じました。ドラマでは火山天皇の政治改革に対して、それに期待する人々と主級派と呼ぶべき人々の対立と派閥の結成が描かれましたが、そこに当時の科学の粋を身につけ、国政に大きな影響を与えてきた安倍の生命、ドラマでは春明がどう絡んでいくのか、火山天皇の寵愛を一身に集めた古貴殿の女房藤原の獅子、ドラマではよし子の運命がどうなっていくのか、さらには純粋な三郎が
摂関政治の権化とも言うべき藤原道長にいかにして変貌を遂げていくのか、皆さんとご一緒に見守りたいと思います。最後に、たった今私は摂関政治の権化という言葉を使いましたが、道長につきまとうこのイメージは、あの短歌によって出来上がったと言ってもいいと思います。この世をば我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えば、この世をば我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えば、もう意味は申し上げなくても大丈夫ですよね。日本で最も有名な歌の一つであるこの歌、実は道長の日記御堂関白記には記されていません。歌を読んだという記載があるだけで、どんな歌だったのか道長は記録していないのです。それなのに1000年以上経った令和の時代までこの歌が残っているのはなぜなのか、その秘密についてお話ししますね。この歌が読まれたのは寛仁2年10月16日満月の夜、長女の彰子を一条天皇に、次女の建子を三条天皇に、そして四女の伊子を五一条天皇に受代させ、一家三号といって一つの家から三人の皇后を出すという歴史上誰も成し得なかったことを達成した道長が、自宅で月見の祝宴を設けました。お酒も回り宴も竹縄となった頃、いい気分になった道長は即興で今の気分を詠んでみたと自作の歌を披露しました。それがこの世をばの歌だったのですね。でもこの歌、日本人が古来和歌に込めてきた真心とはちょっと趣をことにしますよね。おそらくこの歌を聴かされた者たちはリアクションに困ったと思うんです。もともと和歌の和という字には答えるという意味があり、誰かが歌を読めばそれに対して歌を返すのが当時の常識。しかしこの歌に返す歌なんて、でもスルーもできない。そんな時この場にいる者たちを救ったのが光る君へでロバート秋山さん演じる藤原の実助でした。実は道長が変化を要求した相手が実助だったのです。この時の実助のとっさの切り返しに惚れ惚れします。こんなに素晴らしい歌に誰も歌を返すことなんてできない。そうだ、この歌をみんなで唱和しよう。この実助の提案にみんな拍手喝采、そして何度か唱和して宴はお開きになったそうです。この一部始終、そして道長が読んだ歌までも書き留めたのが藤原の実助でした。実助の日記は小遊記として現代に伝わり、藤原の道長頼道親子の前世時代における社会や政治について詳しく書かれているのですが、特に実助は有職故実や儀礼について誰よりも詳しかったため、私たちが日本の文化や伝統を知る上で大変貴重な資料となっています。藤原の実助は光る君へでもインパクトがありますが、実際に曲がったことが大嫌いで権力におもねることもなかったといいます。あの満月の夜、彼が道長主催の宴席に顔を出していたのはむしろ珍しいことだったようです。本人さえ私は歌を読んだ、人々はこの歌を唱和したとしか記していないところ、偶然出席していた実助が即興の歌を聞き取り日記に書き留めたという奇跡、さらに小遊記の自筆は失われ、伝わっているのは写本のみ、しかも写本も丸々残っているわけではなく、1年分が全て残っている年はないそうです。そんな中、幾重にも重なる奇跡の上にこの道長の歌が継承されてきたことに歴史の意志というものを感じます。この歌に関しては中身の優劣を論じるよりもこの奇跡に感謝したいです。そしてこの奇跡の最大の功労者である実助に思わずグッジョブと叫びたくなります。藤原の実助は村上、冷泉、遠遊、火山、一条、三条、五一条、五須作、五冷泉の九代の帝に仕え、最終的に右大臣にまで昇進した人物です。先ほどご紹介した小遊記は21歳から60年近くに及ぶ歳月の記録だそうです。
サネスケが歴史の中で果たした役割を知ると、今後のサネスケの活躍から目が離せなくなりますね。というわけで、本日も大河ドラマ光る君へと源氏物語の両方を楽しむ解説をお届けしました。最後までご視聴くださりありがとうございました。歴史エッセイストの白駒ひとみでした。このチャンネルを面白いと思ってくださった方は高評価ボタンを、そして他にも様々な動画を投稿していますので、興味を持ってくださった方はチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。